はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今回はですね、島航海している方の島に遊びに来させていただいてますんで、僕的なレポートというか、記録に残しておきたいので、遊びに来たよということでね、思い出として今回動画撮影させていただいています。もちろんね、許可は得ています。得てるよね。チャットで公開し、じゃね、動画で撮りたいぐらいですよって言ったらいいよって言ってくれてたよね。はい。僕は淑女子って呼んでるんだけど、エミシさんの、島に今います。なんか、こんな風にね、いろいろと美味しそうなものがあるんで、せっかくだから、ちょっといただいていこうかな。何がいいかな。フルーツパイとか食べたことないんで、フルーツパイでも持ってくか。いや、お腹空いたなぁ。すごい。リアルに。リアル気味にお腹空いてるんですよ、今。まあいいや。では、早速見ていきましょう。全部は見て回れないと思うんだけど、動画では。要所要所見ていく感じでいきます。今、夜だね。さっきちょっと軽く回ってみて、見たんですけど、ドラゴンクエスト11のダーハルーネ。だよね。ダーハルーネだったと思ったんだけど、を再現していらっしゃるそうなんです。残念ながらね、僕は、ドラゴンクエストシリーズは1から8と、モンスターズのね、テリーのワンダーランドと、マルタの国の方ぐらいしかわかんないんで、11の元ネタは残念ながらわかんないんですけど、僕のなんかこう、インスピレーションになればいいなと思ってね、島航海、今、来させていただいています。てか今めっちゃお腹鳴った。マイク入ってないよな、今。大丈夫かな。よしよし。いやーもうね、すごい脱帽ですよね。っていうか、俺から見たらどんな方のビルドもすごいんですよ。正直ね。すごいんだけども、やっぱこのダーハルーネスはね、元ネタ知らなくてもすごいね。よいしょ。あ、いました。ここね、ペロちゃんいます。ねえ、私って可愛い。だったらパフパフしない？する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 。こんな怪しげなとこでパフパフしようって言ってくるんだね。怖いわ。僕の住んでる方にもね、街にいるんですよ。中国人っぽいなんか片言の日本語でね、お兄さん、お兄さんマッサージ、お兄さんマッサージどうって言ってくるから、いや、マッサージいいっつって断ってるんだけど そんな感じなのかな？元ネタはわかんないですけど、すいません。あとね、これゴンドラですよね。素晴らしいね、ゴンドラ。こういう風なデザインに、こう、やっていこうって行き着くまでがすごいですよね。これね、今夜だから見づらいけど、ちょっと寝るかな、一回。あ、やばい、すげえお腹鳴ってる。あ、置けない？あ、これ階段か。すっげえお腹鳴ってる。やば。お腹空いてしまっている。もうスタミナ0%ですよ。ビルダーズで言えば。よいしょ。はい、こんな感じのゴンドラなんですよ。かわいいですよね。ああ、落ちちゃった。これ落ちたらリカバリー効くのかな。で、こういうとこもね、水門になってるんですよね、パイプで。いや、細かいよね。やばいやばい。ちょっと待って。乗りたい。乗らせろ。よし。はい、こういう風になって。窓ですからね、これ、横にあるの。窓を船にするとかっていうの。そういうところが僕には足りないのかもしれないな。なんか、ね。それは思った。いろいろ使い道ってあるんですよね。これ三角のね、こういった部分っていうのも、こうやって使うんだな、みたいなさ。すげえ初歩的なところで感心しちゃってるんだけど、建物とか以前にね。見ていくよ。これは何だろう？お店屋さん的な感じ？すごいなぁ。なんか、これを見てるとさ、俺の
織田信長の城とか何ぞやって思ってくんだよね ああ、こういう感じでね、あるのね。馬車だね。あ、でもこれブラインドってやつだよね。ないわ、俺は。DLC ないから。ナチュラルな超大きい空き部屋。え？待って。あ、うっそ、細けー。うわー、こんな風になってんのかな、本当に実際、イレブンでは。なんか、エミスさん曰く、部屋認識になってるのは、実際、イレブンでもそうなってる場所になってるみたいな、なんか言ってたんで、あ、内装を作ってあるのが実際入れる場所だったかな、なんか言ってたんですけど、あ、ちょっと待って、これ。嘘。よいしょ。エミシトラップに引っかかってしまった。生配信来てた人はさ、割ともう多分ここに遊びに来てると思うんですけど、っていうかまたこれエミシトラップだな ちょっと待ってよ でもって、僕、そもそもリアルに方向音痴なんで、今自分がどこにいるとかわかんねえんだよな。でもそれぐらい街としての再現度が高いんですよね。一回ね、僕も街を作ってみるってやったけど、こうやって建物が密集した感じにもならなかったし、高低差もほとんどないしって感じで、でもあの頃は、まだね、ツイッター界隈の方たちとほとんど絡みがなくて、細々とやってる時、まあ今でも細々やってんだけど、まあそういう時期だったのでね。なんか、あの頃にこれを見ていたらもうちょっとなんか頑張って真似とかしたかも。いや、すげえな。ああ、こういう感じにね、いろいろと、ベランダとかもしっかり、これも実際本当にそうなってんのかな。広すぎる。あまりにも広すぎる。やべえ。広すぎて、どう進んでいけばいいかわからんわ。なんかね、ちょっとアサシンクリードの街並みっぽくもあるんだよな。なんか、配信の時にも若干アサシンクリードの話出たけど、意外と皆さんね、アサシンクリード知らないんだよね。で、これは、あれかな？どうやって進めばいいんだ？この、向こう側に。なんか、おっきな橋があった気がする。さっきね、ちょっとだけ、回ってみたんだけど、動画の方ばっかり見ていたので。そうだなあ。あ、でもこっちの方これた。ああ、うわー、すごいなー。コスパもさぞかし高かっただろうなー。いやー、ほんとね、早く、いろいろとモンスター狩りに行って、素材増やしたりしたいですね。素材っていうか置物とかね。あ、これ内装あるな。こういう感じなんだろうな、きっと。わー、すげー。映写機かな、これ。わかんないけど。あ、これ、本棚みたいな感じだよね。かわいいなぁ。これはなんでこうなってんだろう。なんか穴抜けたりとかする話があるのかな。こっちはどうなってる？あ、あるある。へえ、かわいい。あ、あ、これカモフラージュにしてるんだ。かわいいな。本当になんかドラゴンクエストの世界に来た気分ですね。まあドラゴンクエストの世界なんだけど。黒いゴンドラどこだっけかな？あれがリッチで好きだったんだけど。
あっちにね、ペロとかもいたしね。なかなか、なかなか可愛いんだよな。ペロ。ね。パフパフ、パフパフしてくれ。やばい、なんだ？ちょっと待って。外からさ、なんか、廃品回収車みたいな、なんか、バカうるせえ、トラック走ってる。ここで、音声入ってたらすいませんね。うわ、これ絶対入ってるでしょ、うるせえもん。まあ、いっか。なんか同じとこぐるぐる回っちゃってるかも。あとはね、向こう側に行きたいな。ちょっと、ジャンプして、ジャンプっていうか、これで行っちゃうか。と、屋根がすごい、屋根が。ほらほらほら。これ扉なんだ。うわぁ。ほうほうほう。あ、これ、いろいろ頑張って作ってらっしゃったやつだな。いや、迷うな。めっちゃ方向音痴の僕は迷ってしまう。うん。うん。うん。お、この扉いいよね。いや、マジで DLC 欲しいわ。ここも、あ、でもここは内装を作っていらっしゃらないってことは、実際のイレブンではない場所なのかな？すげえなぁ。すげえとしか言いようがないがね。うん。なんか、ある意味、自分の自信をブレイクされていく感じ。もともと自信なんじゃないんだけどさ。うん。いや、この規模がさ、要はもうビルダーズ界隈では当たり前なんでしょ？無理やね、私には。はい。あ、すごいね、これ屋根からぴょんぴょん。絶対楽しいじゃん。ほら、いい景色だな。ちょっと曇ってるけど、これ、晴れカードとか使いてえな。使えんのかな？おー！晴れカード。使えた？吉住さん！吉住さん！よし、晴れた。なんだ？煙突？あ、ここね、大聖堂。俺も織田信長の城公開しようかな、作ったら。公開したら誰か遊びに来てくれるかな。これすごいですよね。これさ、上、白地がいる場所なんで、壊せないんですって。だからそれを隠すために作ったって言ってましたね。動画で見てましたけど、ここら辺とかも苦労してましたもんね、ここら辺。これを増やすか減らすかみたいなのも、いろいろと。そういった部分も、まあ、僕、何回か動画見させてもらってるんで、何回も見直してみたのはチョコレートの動画ですけどね。本当 ASMR なんですよね。本人には言いましたけど。なんか、なんだろうね。俺ね、ちょっと思ったんだけど、エミシさんって、
山本瑞希に声似てるなって思うんだよね。年齢も多分近いよね。山本瑞希もそんぐらいだったと思うし、まあまあまあ、年齢の話は伏せとくけど、基本的に俺自身が、でもね、間違いなく僕とは年近いと思う。手のひらピカチュウしてたもんね。間違いない。手のひらピカチュウ、まあいいや、その話はいいや。あとはあれだな、 NPC 探ししたいね。ペロと、あれ俺ね、どっかで見つけてるんだよな、何人か。これなんか壊しとこうか、申し訳ないから。あれ忘れちゃった、生き方とか。ペロちゃんしか見つけてない。あとルルももうすでにいたもんね。てかあれだ、あいつなんだっけ、キメラ、あいつをパーティーに組んで回った方が絶対早かったよね。うかつだったわ、完全にうかつだった。あ、夜になってきちゃうかな、一回寝るか。疲れた。あれ、俺なんでこんなとこで寝てるんだろうみたいな。いい景色だ。ちょっとここのベンチで一休みするか。さりげなくヘでもぶっこいて。そういえばあれかな、どうやって呼べるの、キメラとか。自分でベル鳴らさなきゃダメってことかな。そんなことないよね。あれ、どうやってやるのかしら。まあいっか。これは何だ、何屋さんなんだろう。いい作りだな、心が洗われるようだ。なんかあるぞ。やべ、 NPC いねえな。そう、どこ行きやがった。あれでいないな、どこら辺にいるんだろう。あれれ、おじさん、 NPC がいないよ。あれれ、あ、本当にいねえな、どうしよう。ホッホいたとかってね、言ってたんだけどな、誰か。やばい、ミトさんとかもいないもんな。ほーって、うわー、落ちた、無念。ピース&ドリーム、無念。まあ、こうやって島公開している人のところに来て写真を撮って勝手にあげちゃうとかってことなんだよね、きっとね。そういうことか。
ああ、ここもさっき見たな。しかしながら困りましたね。黒いゴンドラー。いいね。ホイミンがいるぞ。ホイミンはあれですからね。もともとドラゴンクエスト4で登場してる人間に憧れてるホイミスライムっていうのが元ネタっすからね。で、その後なんかいただきなんちゃらみたいなすごろくゲーの案内キャラみたいな感じで登場したりとか、まあ、ドラゴンクエストのテリーのワンダーランドで登場したりとかっていうとこですよね。まあ NPC とかそういうのまたゆっくり見て回ろうかな。なんか動画で探し回るといつ見つけられるかわかんないんだけど。もっとね、奥ゆかしくいろいろとあるとは思うんだけど、まあ、すごさは伝わってくれてると思う。まあ、次回はね、またこの見た目から またあの僕の、なんかよくわかんない織田信長の城になっちゃうんだけどもさ、まあ、あっちもあっちで今頑張ってやってるんで、ちょっと楽しみにしていただければ嬉しく思う。これって、この島公開に誰かと一緒に来るとかってできるのかな？なんかそういうのができたら、すごい面白いんだけどな。まあ、マルチとかでって感じになっちゃうけど。まあ、マルチ一緒にやったビルダーさん2人しかいないんですけど、僕。まあまあまあ、とりあえず、あとは、普通に自分で軽く回ってみてみます。じゃあ終わりますね。よいしょ。さっきね、写真だけ撮っといたんで。なんか、センスねえ写真だな。なんかねえかな。もっとうまい撮り方したいな。どっから撮ろうかな。よし、こっちから。いかんせん島とかに来ること自体も初めてなんで、よくわからんわ、仕様が。これさ こんな感じで撮ってたよね、確か。どこで映ろうかな。腹減って疲れたな ここで言うことじゃないけど、いいや、これで OK。 まあ、NPC 探し後で頑張ってみよう。見つかるかな。よし、じゃあ今日はね、ここで一度終わりたいと思います。島公開来させていただきました。なんか、なんだろう、うまく いろいろとお伝えできなかったと思うんですけど、素晴らしいところだったんで、よければ皆さんも見てみたらどうでしょうか。はい。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。